ポートンちゃんなのですが、食べよっかな。でもスプーンでいいかな、とりあえず舐めっかなっていう状態です。でもね、いつもは見ただけで逃げてくるのに、今日はちょっと豚肉を茹でたのを入れてあげたからなんですけど、自分から口を突っ込んでピロピロしてるっていうのはトンにとっては何日ぶりっていう感じで、これは多分バンビが食べてるのを見て負けないようにしてんですよね。トンなりの変なプライドがあって、バンビがいい時はトンがそれについてく感じね。バビちゃん頑張ってご飯食べてよ、トンちゃんも食べよっか。偉いね、トンはこうやってあげてあげてあげて行くのがトンちゃんにはいいみたいです。お、すごいトン、お、スープ飲んだ、トンちゃんスープ飲んだよ、トンちゃんすごい。あれ、それパッ、お肉パックリいかない？お芋もあるよ。あら、お芋もあった。なんだよ、うるさいな、お母ちゃん。うん、とんちゃんご飯食べよう。あー、すごいね、とんちゃん自分でご飯食べてる人。とんちゃんご飯で食べてる人。今日実はね、朝ちょっとうんちしたら足が、腰が立たなくなっちゃって、一瞬、ほんの1分ぐらいだったんですけど、え、どういうことっていうことがあって、先生に相談をしたら、うんちをして生きんだ時に一時的にその脳神経を刺激して末梢神経にトラブルが起きたのか、もしくは心臓のどっちかかなとは言ってました。ただその時に確認したら、ベロの色も悪くなかったし、貧血を起こしているような感じでもなかったんですよね。で、目も眼振があったわけじゃないので、最初転換って思ったんですけど、まあ転換になったことないですけど、で一応、心臓じゃないだろうなとは思う、まあ、心臓の疾患だったとしても脳だったとしても、アンチノールがどっちにもいいサプリなので、朝アンチノールを飲ませました。もう今全然大丈夫で、普通にスタスタ歩いてこじらせてます。食べよう、どんちゃん。あ、すごい、えらい、どんちゃんえらい。ねえ、島田ねえ子さんのご飯もあと1回分残ってんだよ。マジか、早く出せや。それも出してあげるから、自分で食べたら、あ、逃げた。